オメガの自動巻き時計です。1848年、ルイ・ブランによって、スイスのラショード・フォンで設立されたオメガ。究極の時計という字から、ギリシャ語の最終文字、オメガをブランド名とし、創業から160年以上もの長い歴史の中で、数多くの優れた業績を残してきた名門です。今回ご紹介するのは、そんなオメガのスピードマスターです。NASA の公式クロノグラフとして採用され、別名ムーンウォッチとも呼ばれるシリーズです。本品はスピードマスター初のクロノメーター規格モデルです。1973年にオメガ社創立125周年を記念して、世界2000個限定で発売されました。日本では木村拓哉さんがドラマで使用していたことから、木村拓哉モデルとして人気を博しました。文字盤は精悍なブラックカラー、夜光インデックスとペンシルハンドの組み合わせ、中央にクロノ針と60分積算計が配され、6時1に12時間積算計、9時1には永久秒針と24時間計回転盤を備えたオーセンティックな2列でした。実用性に優れた多機能デザインです。 SS ケースはポリッシュとサテン仕上げのがっちりとした大ぶりフォルム、裏蓋は防水性、気密性に優れたスクリューバッグです。存在感際立つ、完成度の高いコレクションピース。記念モデルとして貴重なオメガの一品です。